よ、ガチです。このチャンネルね、あの僕の出版社の、ね、方々も見てると思いますので、恥をかかせられません、恥をかかせられません。今日は本気出します。料理研究家がガチで格付けチェックしてみた。イエーイ。じゃあリュウジさんよろしくお願いします。お願いします。まあ、リュウジ君からの企画をもらいまして、はい、まあ、格付けチェック、まあもう有名番組やっと来ましたか、僕の実力を見せる時が。本当に料理研究家としてふさわしい舌を持ってるのかという格付けチェックやった料理研究家、僕初めてなんじゃないかな。これは何ですか。ウェルカムドリンクなんで。ウェルカムドリンクなんだ。ウェルカムドリンク。じゃあこれ飲んだらさ、分かんなくなんない、これ。料理研究家はそんなことじゃん。まあ、そんなことじゃね。まあ料理研究家ですから。料理研究家は。料理研究家ですから。多分このチャンネル見てらっしゃる方々は、今日挨拶したからね。リュウジでーす。料理研究家のリュウジです。はい。今日ガチです。今日はあれですか。何問ですかそれは。5問ございます。5問ですか。はい。宣言しておきます。全問正解です。なぜかというと料理研究家だから、やっぱ舌がね正確に動かないと、計算し尽くされたレシピなので、いつもどんな食材が来ても僕は嗅覚と味覚でですね感じ分けることができます。一つでも間違ったら移す価値なしです。自分でハードル上げていただいてありがとうございます。ガチで僕何が出るか知りません。品物ですね、はい、これは先に発表しちゃいます、はい、パン高級食パンと通常の食パン、はい、豆腐千葉のそごに売ってた高級豆腐と、はい、スーパーに売ってた安めの豆腐、はい、卵ちょっと待って、卵は無理だって。砂糖のご飯で統一しておだしします、はいはい、ワインは分かると。こちらに関してはスタッフで、まあ、本日司会させていただきます哲也と申します。哲也です、はい、実さんとか達也で分かりにくいな、哲也と達也。ワインに関しては自信がなかったんで3本安いものから高く、はい、牛肉、こちらは国産のもので高級品、まあ、もう一つも通常より高めのもの。国産牛と和牛ってこと。そうですね。あ、牛肉に関してはステーキして同じ分数で焼いてお出しさせていただきます、はいはい、このチャンネル、あの僕が料理研究家だって知らない人多いんじゃないですかこれ。全問正解で一流料理研究家ってことですね。はい、一問外すと二流。普通料理研究家。普通か。通常全問正解の場合も一般人。酔っ払いになる。ただ。ただの酔っ払い。このチャンネルね、あの僕の出版社の方々も見てると思いますので、恥をかかせられません。今日は本気出します。やりましょう。やりましょう。この札でやっていきます、はい、これで高級な方を当てるのね。高級な方、高級な方。目隠ししていいですか。目隠し、はい、じゃあ目隠しまず A ですね。さすがに分かる、もう分かったもん。あ、一目瞭然でございます。はい、これ 100% 当たります。はい、 A と Bどちらが高い高級食パンだったでしょうか。 B ですね。全く違う。初めに食べたやつはもういつも食べてるやつだから、柔らかさから全然違う、風味も全然違う。これは簡単すぎます。高級食パンどちらだったかというと、B です。よし。舐めすぎです、君たち。2人でも分かる。ちなみにどこの、一応 B の、高級食パンが銀座西川さん860円、はい、長熟ですね。長熟、はい、はあ、長熟も美味しいんだけど、でかい。あんだけ食ったら分かる。第1問目だからね。ジャブでしょ。まあこれはいいし、そう、まあ、ここは制作はので優しさではあるのか。じゃあ第2問豆腐に移りたいと思います。はい、何もあっていいんすか。それ垂らす、それ一滴じゃ垂らそうかな。 A の豆腐お願いします。一目瞭然です。高級豆腐は A、B どちらですか。高級豆腐はですね、もうダントツ A でございます。その理由は、口当たりが全然違いますね。で、大豆の風味もすごく、香ってきてるので、 B の方はあの密度がね結構ね崩れやすかったので、しっかりしてるのが A でしたね。なるほど、はい、正解は、はい、A です。よし。チャンスそうだ。もうさ、ラ
かるってパンよりは難しかった、うん、スーパーで売ってるものだとスーパー強いので僕ちなみにいくら違うんですか。 A の高級豆腐の方が320円、320円、はい、ノーマル豆腐が48円、はい、舐めすぎです、はい、ただ次がちょっと分かんないと思う。豆腐はやっぱ違うんだなって分かった。それはね、非常に勉強になりました。いい企画だと思います。じゃあ第3問、卵あとの方食べますと準備させていただきますんで、はい、目隠しして飲みながらお待ちください。お上げください。 B です。いやいや、ちょっと待ってこれ、うん、同じやん。あ、嘘だ。音が高い。やっぱりね、自分の本能に従いたかった。結構体力が必要ですね。そうですね、はい。1問目でずっともつ役だったら放送事故もう料理研究家名乗れない。もう名乗れない。まあお兄さんは許されちゃう、はい、面白酒飲みお兄さんじゃないんです僕実は、ね。